管玉は環状になっている宝飾装信部の部品、ビーズの一形態で、管に糸を通して腕飾りや首飾りなどとして用いられる。古代においてはガラスも含む希少な宝石から作られたので、漢字文化圏では別の形状であるマガ玉、トンボ玉とともにビーズに変えて玉名で分類する。日本では縄文時代から見られ、京都同じように腕飾りや、 首飾りなどとして用いられていたものとみられる。古墳時代にあっては古墳の副装品となることが多かった。遅くも奈良時代までに宝飾部品としての製作は一旦途絶している。本校では主に日本古代におけるものについて解説する。発掘された複数の下玉と曲玉を用いた首色形状は縄文時代のものが側面がやや楕円形を呈するのに、対し、 弥生時代以降のものは、千円筒型を成している。素材は、ガラス、壁玉、滑石、業海岩などが多い。歴史を採取する場合と原石を採取する場合があり、下玉製作地は、原石産地や、原石の採取可能な海岸の比較的近くに立地することが多い。用途としては、首飾り、胸飾り、腕飾りなどの装身具としてであるが、 縄文時代など時代を遡るにつれ、美しく飾るというよりはむしろ呪術的な意味合いが強かったものと考えられる。送信具として利用するために紐を通すための穴を開ける必要がある。そのための先行魚としては、竹、鳥類の骨、極細の石製のドリルや鉄製ドリルなどがあった。竹、鳥骨は直に素材玉に当てて先行したが、 ドリルの場合は細長い管の先に取り付けられて回転させることによって先行する。ドリルを用いた先行技術としては管に水を当てて直接両手で揉み込む揉み水技法弓の弦に管を巻き付け弓を左右に動かすことで水を回転させる弓水技法管を弓の中央の穴に通し弦を管に 螺旋状に巻きつけて弓を上下に動かすことによって水を回転させる埋水技法があった。なお、これに際しては木材で作った固定板を用意し、中央に穴を開けて粘土を詰め、その中に素材の玉を埋め、さらに固定板を足で押さえるなど材料、工具を共に固定する手立てが講じられ、さらにドリルの回転の際には摩擦材として固く、 微細な砂を巻くなどの工夫が施された。仕上げ段階ではさらに全体に研磨が施されて、一つ一つの果玉が完成したものと考えられる。大塚初茂戸沢三森1996全国に玉作り、玉作の地名が残る。ABCD 清水久夫1998ありがとうございます。